はい、どうも、アルティメット工房のあさみです。3月16日の水曜日の夜、久しぶりに大きい地震がありました。皆さん無事でしょうか？私はまだその時間帯バイトをしてまして、お店にいたんですけれど、これからもっと大きくなるのかなっていうような揺れだったので、うちの猫たちが心配でたまりませんでした。そこで私も含めてジャニオタの皆さんに朗報なんですけれど、皆さんのお手元にあるであろうこちらのペンライト、停電時に役に立つということで情報をシェアさせていただきたいと思います。ちょっと待って、ちょっと待って、分かった。やめてください。本当はここで新しいペンライトの紹介もしたかったんですけど、まだね、出荷メールが届かないという残念な結果となってしまいました。ちょっと電気を消してみます。電気を消してみました。King&Prince のペンライト、この2つはですね、まず赤色、白色、黄色、紫、青、ピンクの6色に光るものになっていまして、他のグループだと他の色、例えば緑とかオレンジとかもあるのかな、そのあたりはわかりませんが、 King&Prince のこちらの一番最初のコンサートのペンライトと、これはランドですね、このペンライトは6色光るようになっています。ちょっとね、今セカンドコンサートのペンライト電池切らしていて、何があるか分かりませんので、ペンライトの電池が切れていたらすぐに電池交換をしていただくことをおすすめします。私もね、この動画が終わったら電池を交換しようと思います。さて、ペンライトには電流値っていうものがあるみたいで、どの色も消費するのは同じかなと思われがちなんですけれど、実は色によって持ちが違うよということでご紹介させていただきます。それでは King&Prince のこのペンライトの色の中で消費電力が一番激しい色は何色だと思いますか？シンプルな色が一番消費する電力少ないのではと思っていたんですが、なんと永瀬廉くんのペンライトの色であるこの白色、ホワイト、この白が一番ね、電池を消耗しやすい色という風になっているみたいです。確かに暗い時に一番発光しやすいというか見やすい色っていうのは白なんですけれども、長時間使用すると電池の持ちが悪くなってしまうよということで、できれば停電時は白色を使わないようにしてください。続いて消費しやすい色第2位は紫です。紫意外でしたね。次は高橋海人くんの黄色、イエローのペンライト、こちらは可もなく不可もなくっていうところになってきます。次はですね、こちら岩橋元気くんの担当カラーであったこのピンク、これはペンライトでもいろんな色がありまして、チェリーピンク、ピンク、パッションピンク、イエロー、パープル、ホワイトよりかは消費する電気量が少ない色になってきます。はい、皆さん覚えておいてくださいね。さあ、ここから重要です。残るは2色なんですけれど、次は平野翔くんの赤色、レッド、これはあんまり電池を消耗しない色になってきます。残すはこの神宮寺ゆうたくんの青色、ブルーのペンライトです。これが一番6色の中で一番消費する電気量が少ないペンライトの色になっています。白色同様、青色もかなり発光しますので、災害時には突っ張り魂組神宮寺ゆうたくんのブルーと平野翔くんのレッド、このペンライトの色に守ってもらうようにしましょう。最後、もう一度電気消費量が少ない順番にご紹介いたします。一番少ないのは神宮寺ゆうたくんのこのカラー、青色、ブルーです。続いて平野翔くんの赤色、レッドとなっています。そして岩橋元気くんのカラー、ピンク色、ブルー、レッドときて、ピンク色までは許容範囲となってくるんですけれど、災害時に使わない方がいい色となってくるのがこのイエロー、パープル、そしてホワイトという結果になっています。はい、ということで今回は16日の地震を受けて、ツイッターなんかでもね、シェアされている情報を皆さんに発信させていただきました。大きい地震の後は余震も続く可能性がありますので、皆さんも注意してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、アルティメット工房のサミでした。